皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の12日目です。では問題を見ていきます。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、11引く括弧5引く3括弧閉じかける4、引き算と括弧の中の計算掛け算が混じっている計算、この場合は括弧の中を最初に計算するというのがルールでしたね。ですから11引く括弧の中は5引く3ですから2ですよね。2かける4、まずこうなりますね。引き算と掛け算の式になりました。この時には掛け算を先に計算するというのがルールでしたから、2×4、これを先に計算して11-8、こうなって答えは3、こうなるわけです。では括弧2番です。括弧3分の1足す4分の1括弧割る7と、ね、括弧の中の計算と割り算がありますね。この場合は括弧の中の計算を先にやるんですけれど、この分数分母が異なっているので通分します。分母を見ると3と4ですから、最小公倍数の分母12にすると3分の1というのは12分の4で、4分の1は12分の3、こうなりますから12分の4足す12分の3括弧割る7、こうなるわけですね。括弧計算すると12分の4足す3で7になって割る7、この逆数を使って掛け算にすると12分の7かける7分の1、ここで約分できますから約分をすると答えは12分の1、このようになります。括弧3番です。36×12 足す88×36、ね、掛け算と足し算が入っている式、普通だったら掛け算をまず計算して次に足し算といきたいんですけれど、ここではちょっと工夫をしましょう。後ろの掛け算の順番を変えて考えてみると、まず前の部分 36×12 足す後ろの部分は 36×88、 こう考えます。掛け算というのは前と後ろ順番変えても答えは同じでした。ですからこれでもいいんですね。この式の意味、 36×12 というのは36が12個ありますよ。後ろの部分 36×88 というのは36が88個ありますよということになりますよね。ですから36を12個と88個足した数だけあると考えれば、 36×まず12個と88個を足した、こんな式が出来上がります。これは 36×100 ですよね。ですから答えは3600。ちょっと工夫して考えると簡単に計算ができますね。では、四角の2です。これ括弧4に当たります。数直線を使って下の数字を小さい順に並べましょうと、ここに数直線が書いてありますね。数直線上、ね、右に進めば進むほど数は大きくなると、左に進めば進むほど数は小さくなると、こうなっていましたね。ではここにある数字プラス1、マイナス3、0、プラス5を数直線の上に書いていきましょう。まずプラス1というのは0から1つ進んだここですね。ここまずプラス1です。マイナス3は0からマイナス1、マイナス2、マイナス3、ここですね。ここマイナス3です。0は原点ですからここですね。そしてプラス5はここです。ですから小さい順に並べると、まずマイナス3が一番小さいですね。マイナス3、次は0ですね。
そしてプラス1、プラス5、こんな風になります。この時問題に不等号を使ってと書いてあったら、ここの部分に不等号をこのように入れて、このカンマの部分を取れば答えになりますね。では四角さんです。これが5番に当たります。数直線を使って大きさを比べましょうと。丸1はプラス1とプラス6です。プラス1とプラス6というのはここにありますね。プラス6、右側の数の方が大きいのでプラス6の方が大きいということなので、不等号はプラス6に開いたこのような形になります、ね、次です。丸にはマイナス3とプラス1です。マイナス3はここにありますよね。プラス1はここですから、プラス1の方が右側にあるので大きいということですから、不等号はこちらの形ね、くの字ですね、こういう形になります。丸3はマイナス4とマイナス5、マイナス4というのはマイナス3の隣のここですね、マイナス4、ここになります。でマイナス5はこちらですね。マイナス4とマイナス5を比べたら、マイナス4の方が右側にあるので、マイナス4の方が大きな数となるので、不等号の向きはこちら側、ね、逆くの字の形になります。よろしいでしょうか。今回も小学校の算数の復習と中学校で学習する正の数、負の数の問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。